スパーリングはやったんんでですすけどあ、そうなんですか3回ぐらいやらしてもらって、はいまあ、ほとんどパンチ当たってないんで穴を見つけようと思っても穴がないですよね。パンチは重かったですか硬かっったたでですすねああ、ごつんごつんこういいとこで当ててくるようなまあ、猶谷選手よりもその、まあ、接近戦っていうところも,もしかしたらまあほ、ほんとお互い穴がないんで、直谷選手がペースを取られるってどういう展開になるんだろう結果どうなるのか っていうところは、うーん、あんまり。格闘キャス、ようこそシンです。えー、今日はとても特別なゲストがスタジオに来てます。クリアだ、ケイタさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオンということで、今バンタム級かなり盛り上がっているのでいろいろ聞きたいと思うんですけれども、この動画では中谷純とオーバーサーズペッチの試合を振り返。って でまあ中谷潤とバース井上直弥まあいずれ実現すると僕は信じたいっていうタイプなんでそのマッチメイクについてもいろいろ聞きたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますあのフラッシさんから紹介して、ね、いただいてフラッシさんも結構お世話になってて何回も何回もコラボさせてもらってるんですけどどういった関係なんですかフラッシさんと現役時代何度もスパーさせてもらってて先日も一緒にお食事させてもらったりとか結構 ボクサーの中だと僕の中では親しい仲ですね、うん、あんまりボクサーとの関わりがないんでその中で、まあ、本当に数少ない関わりある人物っていう感じですはいやっぱりその選手同士のまの、あ、仲良くしたくないっていうタイプですかそのいやそういうわけでもないですけどね、はい、なんかあんまりこうプライベートで会うっていうのはなかなかなく食事とか行ったりもなかなかないんでそうですね古橋さんめっちゃナイスガイです、ね、いやめっちゃいい人っすね、はい、本当に 僕が思うにはもう世界で一番優しい男っていう <laughs> <す>ってながらもつけてるんですで <laughs>、はい、面白いことにあの僕セレスボクシングジムに通ってるんですそのボクシング教えてもらってるんですけど、はい、チャンネルに出てくれるっていう話をトレーナーさんに振って、まあ、どういうボクサーなのかどういう人なのかって聞いてたんですよでまあなんかパンチがめっちゃ重い選手とか。 って試合もなんかエキサイティングで,であとはめっちゃ優しいってなんか言ってるんです,ですはいはいなんか選手って意外と喋れないのが多いじゃないですかあ<ー>あ<ー>そういう意味で結構真面目、はい、真面目すぎるっていう選手もいっぱいいるからチャンネルに出てくれるんですけど「喋れますか?」ってそれは最初に聞いてしまったんです、はい、でああまあまあ古橋さんだしよだから古橋さんより優しいかもしれないって <laughs> 言われて <laughs> それはないっ、ね、あれですね <laughs> してやっぱりそんな感じはありますね。はい、すごい優しいんですけれども、えー、ファイトスタイルえげ、え、くないですか。あ <laughs> 本当ですか？<laughs> はい。そのギャップってどうやって生まれるんですか？なんなんですかねも。僕は元々ああいうやっぱスタイルなので、なんか自分としてそんなにこうギャップがあるとも感じてなかったんで、はい、逆に言われてなんか。 そう言われることは確かすごいですよなんか <laughs> 本当ですかはい落ち着いてて<笑>,笑顔でなんかニコって笑ったりもするんだけどリングに上がるともう超アグレッシブじゃないですかめちゃくちゃ負けん気が強いですね小さい頃からめっちゃ負けず嫌いなんで、はい、そういうところは出てるかもしれないですねあ,<ー>あ<ー>なるほどもうデビュー戦からそういうスタイルでそうですね結構前に前に出すぎて結構身長が高い方なんで階級にしては、うん、それで空回りしちゃってっていう部分は結構ありますね はい。はい、なるほど。結構、まあ、リスクを背負って戦うんですけど、そ,ね、それは、もう自然にやってしまうっていう感じで、はい、ああいう風に戦うことになるんですかもう自然にああいう 戦い方になってます、ねまああんまりこうディフェンス度外視みたいな戦い方しちゃうんで、まあ、そこもこう、はい、自分の中であんまりよくない点っていうのは理解しつつもまあなんでしょう攻撃最優先なスタイルですねはいはい <laughs> もうすごい見ててエキサイティングなんですけど逆に奥さんとか心配しないですかああいうスタイルで毎回戦うのはあんまりないですね <laughs> 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 慣れちゃってるかもしれないですねああそういうことですかあ最初こうだったんですけど <laughs> ああはいはいもう2戦目ぐらいからもうな,なかったですね <laughs> <笑><笑>いやでも見ててすごいやっぱり面白いっていうか試合は面白いですありがとうございますでしかも KO 率ってすごくないですか19勝 16KO って3回しか判定いってないっていう <laughs> 勝利の中で、はい、まあ考えられない本当ですかはいまあなんか自分としてそのななんでしょうねこう KO の方がすごいっていう印象もないんで逆に KO しなきゃ勝てないぐらいに思ってた時期もあったんでうんあまあなんですかねこう結構序盤型っていうのもありああ ああそれはやっぱり判定のところなんですかなんか接戦だったら自分が負けてしまううっていうまあそこのポイント度外視の戦い方をするんででディフェンスも悪いですし <laughs> 結構ポイントを持ってからやすいんで判定だったら勝てねえなみたいな感じのこう以前まで思ってたんで結構キャリア後半になって元定験事務の亀貝さんに教えていただいてそこからスタミナにも自信がついて後半も あの自分のボクシングができるようになったんでもうそういう後半ダメだっていう思いもないんで今判定でも勝てるっていう自信もあるんですけどそれまではダメでしたね前半で片付けなないいと俺は終わるみたじゃあ今になると前半はこういうふうに戦って後半はちょっとこういうなんかスタイルチェンジっていうか,なんか12ラウンドを考えた。 作戦とか立てて試合に挑むことはあるんですか割と未だにポイント度外視ですねただ相手によっていろいろとスタイルを変えられるって幅ができましたはいはいなるほど戦績を見てたんですけれどもデビュー戦からプロ7戦目までが、えー、3勝3 k を、それはすごいんですけど4敗3勝4敗の、ねはい、デビューから 7戦目っていうことで厳しいスタートじゃないですか、はい、まああれあれそこだけを見るとこの人チャンピオンになれないって考えても全然おかしくないじゃないですか、はい、でもその7戦目の時どういったことを考えてるんですかいや僕はやっぱりボクシング向いてないとかそういうの考えとかあったんですかそうですねもともとは負け越したらさすがにボクシングやめようっていうのを思ってたんですけど、はい、そこでやっぱりこう考え直した時に やめきれないないと思ったんですよねまだなまだこうボクシングを続けたいしやりたいし、はい、だったら何か変えなきゃいけない大きく変えなきゃいけないって思ってやっぱボクサーなんでアルバイト生活をしてたんですけど、うんはい、フィットネスクラブにトレーナーとして入って体の知識を学びながら、まあ、そういう学びつつも仕事をして24時間あるうちの、まあ、大半をこうボクシングに生かせるっていう生活にしようっていう切り替えて。 で、まあ、そこからですね、あのー、もともとこの身長で今、まあ、1 7 1ンチあるんですけど、はい、ラライイトフライとかああそうなんですね <laughs> はいまあなんで結構無茶した減量とかもしてたんで、はい、バンタム級日記に上げてうん、うん、はいライトフライからもそうですねライトフライからフライに上げてそこからしばらくやってたんですけど、はい、それでもやっぱなかなか減量はきつくはい あの最後の方動けてなかったんで、まあ、一気にちょっと2回き上あげようっつって<ー>バントム級に上げて、まあ、そういう栄養学の知識とかも取り入れつつちょっと体も。 大きくもなってきてますし、まあそういった体の知識とか取り入れて練習に励んで、そこから割と結果は出始めてきたかなと思います。あ、うん、実は YouTube もされていて見させてもらったんですけど、結構そういう栄養とかトレーニングメソッドとかに興味あるんですね。マニアっぽいっていうか、すごいああ詳しいんですねってなんか見てて思いました。<laughs> そうですね。そこら辺のお話大好きですね。はい。<laughs> なんかパンチの打ち方とかもトレーナーがよく腰回せとかいう話とかを口にする言葉って。 いうのにどういう意味があるんだろうっていう具体的なもののこう何すかね意味っていうのをちゃんと考えて、うん、あ 腰ってて骨盤のことと話してたんだとか何かこう紐付けしつつ自分の得た知識を入れてったらパンチ力がもっともっと上がってったんでこれ楽しいなみたいな<ー>そ,うそういうのでこうどんどんはまってった感じですねはいはいあ<ー>あちなみにあのクリアさんの YouTube は概要欄に貼ってあるので皆さんぜひチェックしてください、えー、そうですじゃあ,あののパーソナルトレーナーとかに、はい、あ,あっち系は興味ないんですかその、まあ、ちょっとフィットネスの方になるんですけどあそうですねフィットネスのパーソナルトレーナーもあの資格を取ってそうですねそこでしばらく パーソナルのトレーナーもやってたんですけど、まあ今あのチャンピオンになってからはフィットネスクラブを辞めて、はい、でボクシング一本の生活にしつつ、ボクシングのパーソナルトレーナーとかは今継続でやってます。フラシさんと同じパーソナル、ね、そうですね。やってるんです。それはどうやって予約すればいいんですか。そうですね。あの僕の SNS から直接でもいいですし、オフィシャルサイトがあるんで、あはいはい、そのオフィシャルサイトをショップページがあるんで、はい、そこから購入していただけます。ボクシングを教えてくれるっていう、はい。いね、そうですね。ボクシング、えー、教えられます。興味ある方はそちらもね。 概要欄に貼るんでよろししくお願いします、はい、ちなみにそのパーソナルの資格を取ったっていう話したんですけど、はい、どの資格かか聞いていいてですかあとルネサンスっていうクラブなんですけど、はい、そのルネサンスの認定パーソナルトレーナーっていうまあ独自の 資格、はい、があるんでそこですねこう有名な NSCA とかそういうのではないです、はい、ああ、はい、僕もあのキックボクサーだったんですはいでキックボクシングやりながらパーソナルトレーナーになりたいと思ってた時期があって NSA <ー>の CT p とと撮りましたとっ撮ったんですか撮りましたすごいっすねいやすごくないただ,ただ <laughs> あの趣味って好きだから全然勉強しなくて 普通に取っちゃった時。すごいす。全く使ってないけど、<laughs> <laughs> 活動もしなかったんですね。全然使わなかった。<laughs> でもなんかやっぱり詳しいし、なんか昔すげえ興味あったんです。ダイエットとか減量の？ 方方法ととかかスタミナの付け方とかも<ー>だから見てて面白いと<ー>本当に思,思ったなかなかそういう話する人いないじゃないですかそうですね減量の話とかも結構好きですねはいはい, <laughs> いちなみに普段の体重はどれぐらいいくんですか普段はは6 2キロぐらいですねでバンタム級になると何キロですかバンタム級だと5 3 5キロですあじゃあ、はいまあ、結構 そうですねまあ8キロ9キロとか落とすんですけど、まあ、そんなにバンタムいまだに苦じゃなくあ<ー>ああずっと落とせてますね付け返す体重リングに上がる体重はリ,リングに上がるときは59.5とかそのぐらいが多いですかね<ー>6キロ戻しぐらいが大体多いです、はい、それはラスト1週間で6キロっていうことになるんですかラスト1週間でいやもっと軽いですね<ー>、えー、ラスト1週間ぐらいは58ちょっとあると思います<ー>はい ちょっとマニアな話に入っちゃうかもしれないけど <laughs> <laughs> どうやって付け返すって聞くとあれなんですけどなんか決まりはありますけど毎回同じもの食べてますかど,どうそれは決まりとか毎回一緒ですね。ですよねあ。落とした水分をまずは経口補水液で補給してから白米と梅をおかずにして食べてあとはお餅と。 あとあんこ大好きなんであんこも弱っかですね結局あ<ー>結<構>じゃあ米系で炭水化物ちょっと炭水化物ひたすら取ってはいはい、はい、<laughs> っていう感じですね、うん、結構格闘家ってうどんとかうなぎとかに行くのが、はい、まあ僕の印象なんですけど結構多いと。 思うんですけどそれを見てどう思いますかそれでも別にいいはいいかなとは思うんですけどご、まあご飯普段食べてるっていうのもありこう,うどん食べるよりもご飯食べた方が僕は好きなんでんご飯食べてるっていうのもあるしあとはそういう、まあ、梅干しに含まれるクエン酸とかで糖質の吸収がより良くなったりとか、はい、なんかそういったなんか副次的なものとかを考えると今のスタイルがいいなっていう感じですかど、ね、結構餅とかもかさが少なくて食べやすいじゃないですか。ははい、はい、はい 結構糖質入れなきゃいけないんで、そうなってくると、やっぱ、かさが多いもんきついなっていう。うんうん。肉はあんまり。肉吐きますね。<laughs> <laughs> <laughs> 一応弱くて。はい。プロテインですら僕、計量通ってから6時間以内に飲むと気持ち悪くなりますね。へー。はあ、そあ、でも普段は結構食べますよね、タンパク質。普段は結構食べますね。 肉ばっか食ってます <laughs>、はい、結構あれですか <laughs> 食べ物を気をつけてるっていうとあれなんですけど普段生活どうですかね一時期よりは逆に <laughs> 結構ラフになりました一時期は本当気使ってっていう,、はい、もう一人暮らしの時のレベルですけど、はい、その時はもう朝オートミールでとかシナモンかけてとかなんかこう測ってとかてま,まあ減量期じゃなくてもやってたんで <laughs> でもそれが今は普通にこう朝はパンが好きなんでパン食べますし、はい、でも最低限タンパク質量をしっかり確保するとか間開けすぎないとかなんかそういう最低限の部分ですかね今は。<ー>はい、でも長く測るとやっぱり見てなんとなく分かるものになるじゃないですか。そうですね大体 次の日翌日の体重が増えてたら、まあ、こういうのが理由だったなっていうのも説明がつくし逆に減ってたらこういうのが理由だなっていうのも説明つきますし、はいはあ、だいぶ慣れてきましたね <laughs> <laughs> なるほど今も結構それを勉強するんですか栄養とか。 最近、栄養あんまり勉強しなくなっちゃいましたね。最近関心があるのはボクシングの技術になってきてるんで、うん、体の方は今こうステイっていう感じで、はいはい、まああのー、今はスキルの方に目を向けて、うんうん、でそっちが楽しいっていう感じです。うん、あ栄養って終わりがないですもん、切りがない,いうそうですね。ねずっと情報を追っていかなきゃいけないんで、そ,そんな感じですよね、はい、本当に。いろんなダイエットも来たり 行ったり来たり行ったりするダイエットもいろんなの出てきますもんねいろんなクレイジーなもの出てきますよね本クレイジーですよね本当に本当にでもやっぱり普通が一番いいっていうだと思います僕もまるまるダイエットとかよくありますもんねはい断食ダイエットとかもありますありますしいろいろや試してみましたか断食とかはやったことないですね結構そのベーシックなものの中でちょっと変えるみたいなとかが多いですかはいはいそうですよね あのすみません、まだ見てますか、皆さん。ごめんなさい、そのボクシングの話に戻ると、デビュー戦から 7, 7戦目は、なんか、まあ、上下が結構激しくて、はい、でまあ OPBF チャンピオンになったんですけど、それも4回なってるっていうところがすごい珍しいと俺、思って、<laughs> そうですね僕はもうなかなかいないですよね、はい、勝って、で、落ちていく。 ででまた取り返してでまたた取取りり返返ししてて負けデビュー戦もこういう感じでチャンピオンになるのもこういう感じで,であとはリベンジマッチを2回やってますよね再戦でインスタント再戦っていうのあの何だ直接再戦したっていうかダイレクトリーマッチ2回やっててで 全試合 KO ですよね。KO 負けして KO で取り返して、そうですね。だから戦績だけ見てお、すごい面白い、意外な選手だなって思って、<laughs> どう思ってるんですか、なんか振り返ったりしますかいや、振り返ってみて、まあ自分はもう不名誉な名誉って呼んでるんですけど、<laughs> <laughs> 日本人で2人しかいない、いや1人か、日本人では初、はい、で、日本所属の選手で2人目らしいんですよ、4度 OPBF が、はいあまあ。名誉だって言われるんですけどいやまず3回 負けななきゃいい話なんでま <laughs> <laughs> まあまあ確かにそうですけどでもまた取り返すっていうのもあまあでも本当に周りに助けられてですねあの再選できるっつうのはやっぱその再選条項組んでくれた会長だった,、はい、だったりとか3回目負けた後にやってくれたあの伊藤プロモーター TV プロモーターだったりとかがあの再選条項組んでくれてそれでチャンス得たんでまあその方々のおかげでチャンス掴んでるだけなんでまあなんだろうあんまり そうですね、良くないことですね。<laughs> いやでも僕はすごいと思いますよ本当に。はい、なんか本物のロッキーじゃないですか。だってロッキーも負けてるからね最初 <laughs> <あ>は。ね、<laughs> でリベンジ取ってるから、そうすごいなって思うんですけど、あの再戦に向けてそのモチベーションとかは違いますか？やっぱり絶対負けられないっていう。そうですね。いや相当やっぱこう精神的なストレス。 高いなと思います最先手それが2戦続いたんで割ときつかったです2回続いたんでなるほどやっぱりそれこそまあ別の動画で話すんですけど井上拓磨 vs 堤とかも堤選手ずっと井上拓磨追ってきてすごかったですねああいう感じのことなんですかねそうですねああいう覚悟に近いものだと思います僕もはい、すごくだからやっててあのメンタル的にきつかった話を試合後されてたんでその気持ちすごいわかるなと思いました 同じ発言しましまたもん僕堤、はい、<laughs> さんがあの試合後に俺やっぱこういうとこで終わるんだみたいな話をしててそれをまあトレーナーに励まされたみたいな話してたんですけど僕 前回負けそうになって2 1の判定でぎりぎり勝った試合があるんですけどその時にその同じ言葉言ってましたあの試合も YouTube で見られるんで皆さんぜひチェックしてもらいたいんですけどすごい試合してますから <laughs> 本当に怖いですよ <laughs> 本当に見てて <laughs>、はい、もうボクシングじゃないですから、ね、あとフィリピンの特にサンダール2 0、はい、はい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 すごかったですありがとうございます本当にすごいと思います <laughs> で手河原さんとも試合してますね。本当に残念ながら、残念ながらって言えないね。俺、勅使河原さんも大好きだから。すげえいい人っすよね。あれで、あおり映像がついてたんしか、試合に。あのあおり怖いっすよね。あのあおり怖かったっすね。超ヤンキーだねっていう感じで。ヤンキー感があったっすね。目立ちますね。ギラギラしてて。本当、花ありますね。本当面白いな。で、ファイトスタイルも面白いですし、そのライフストーリーとかもすごいじゃないですか。とそううっすすねにごい思 なんかこれ言うとちょっと悪いかもしれないけどなんかもったいない感がある、あのー、あんな試合をしてチャンピオンにもね、まあ、世界チャンピオンではないけどチャンピオンになってるしすごいバッ、ね、人生ストーリーがあって、うん、ちゃんと宣伝できてちゃんとプロデュースできてればすごい人気になってた僕は思うんです。ですね。 ちょっとな生意気な発言もするところもなんか面白いし <laughs> そうですね <laughs> テレビ受け絶対しますね <laughs> <laughs> そうですねいやでも本当彼と対戦できてよかったですああはい負けはしましたけどそれだけやっぱこう あの試合出たものも多いですし、はい、すごいやっぱ未だにこう氷ありますけどいい方ですね。本当にそう、本当にそう。引退した後からお会いしてるんです僕は、はい。そのイメージが結構強いんです。だから逆にその現役中の石川さんを見ると笑ってしまいます。こんな感じだったんだ面白いです。逆にそういう風に煽られるとどういう気持ちなんですか？僕は割とワクワクしましたね。ああはい。はい。もともとそういう選手だっていう。 のは知っててであの当時お互い日本ランカーで日本ランカーのまだ10位ぐらいだったと思うんですけど勅使河原さんが、はい、でも他日本ランカー誰もやってくれないぐらいあ<ー>力あってはいはいでその中でえー、じゃあやりたいですみたいな感じで実現した試合だったんですよね、うん、そんな感じだったんでもう試合できると思ってあの煽おり V も見てすごい「あ勅使河原さんだやっぱ」みたいな <laughs> 感じもありましたし <laughs>、はい、試合向かう時にも当時ツイッターの方で「いやこれから」 楽しみだみたいなことを書いたらめちゃくちゃ切れた引用率が来ましたね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、切れてると。<laughs> <laughs> あんまり自分からはあんまり煽ったりしないですよね。そうですね。 あんまりそういうのは得意じゃないですねはい、はい、逆にそういうのを見てまあ今って、まあ、格闘技ってビジネス化されていってる時代じゃないですかで選手もみんな自分の SNS を持ってて対戦相手を煽ったりするのが結構あるじゃないですかそういうのを見てはどういう考えを持ってるんですか、はい、そうですね人それぞれでいいのかなっていうのは思いますはい、はい、まあ本人がそれやりたいんであればやってもいいと思うし、うん、全員が全員同じである必要はないと思うんでただ僕はやっぱやらない方が気楽でいいし こういう性格なんで、うん、別にそこは変えずにいいかなとも思うし、なんかボクシングは別にそこを無理して作る必要はないなっていうまあ業界としてあります。うんうん、はい。じゃあ見ててあんまり違和感を感じない。そうですね。こう多競技、ええ多団か。あそうです。うん、総合だったりとかキックだったりとか、はい、そのあたりとかでやってるっていうのはまあ別の畑なんで、はい、わかんないですけどボクシングに限っていう話をすると別にやってる人がいても別に。 いいと思うしやってない人もいても別にいいと思う <laughs>、はい、それぞれの面白さがあるなっていうはい、はい、ボクシング、まあ、特に日本のボクシングでやってる選手思いつかないですねあんまりそうですねなんか麦茶選手とかそうですねぐらいになるんですけどす、ね、麦茶選手も一回出て,くれて、はい、あ見ました <laughs> 見ました すごい面白い人です、ね、そうですね、まあ、考え方がちょっとこう型にはまってないっていうかすごいいい意味で彼も彼でやっぱいいなって思うしやっぱそれで注目浴びますしはい、はい、注目されますね,そう,ですねそういうことなんです悪いこわ悪いことじゃないけどもうまあでも悪いことって言いましょうでも悪いことをやるほどもっと注目されるっていう時代じゃないですか、はい、ある意味でもなんかこの やっっぱ中身が大事だなて思います注目されてじゃあ何を見せるのかって言ったらやっぱ試合なんでそこじゃなくメインがそっちのあおり合いだったりとかそうなっちゃうとやっぱ嫌っすねまあそうですねはい以前古橋さんが発信してたああここにライゼンの話した方はいい感じであれはでも気持ちすごいわかりますあれって古橋さんが自身からこれについて話したいって 出してくれた。いつも僕が企画を決めてこれについて話しましょうってやってるんですけど、あれが初めてなんか言いたいことがありますって。<laughs> えーっね、浦上さんがそう。あ,<ー> <laughs> あでも気持ちは本当にわかります。そうですよね。んうん、なんだろう業界としてというか、まあそこを重きに置きたいのかなというか、注目度っていうところがまず一番だ。はい、ボクシングはいけないなと思うんで、そこを守ってくれてるボクシング界はすごく僕は好きですね。ボクシングは本当にそう思います。スポーツ。 だからあの僕最近直人ともさ、ね、話しましたね格闘技って何なのってだから古橋さんが言うにはそれは格闘技ではないってあれはエンターテインメント、うん、でもそもそも格闘技って何なのっていう話になるじゃないですか。はい 格闘技って僕が思うには例えばブレイキングダウンあるじゃないですかあれは格闘技だと思うんですだってルールセットがあって2二人とも選手で戦ってるじゃないですか、はい、まあそれは格闘技って僕は思うし総合もどんな下手くそでもアマチュアでも格闘技をやってるからそれも格闘技になるんですけど。 それはどう考えてますか例えばライズになったらインフルエンサーを出してエキシビションをやらせて例えば青白王子がライズの大晦日かで出ますってなったら、はい、おーすげえってなるじゃないですかみんな見ますめっちゃ注目されます、はい、で実際まあ強くはないし技術はないんだけどリングに上がってやってるものは下手くそだとしても格闘技じゃないですかそれはどう思うんですか格闘技って実際何なんですか ものが全てだと思うんでそこのエンタメ要素とかは、まあ、それこそ言っちゃえば邪魔なものだっていうぐらいの見方もやっぱあるとは思うんですよね。だからそこをメインにしちゃうっていうかうそれはやっぱ嫌だなって思うし、うん、かそこで上に行けちゃうっていう業界は僕は嫌いなんで、うんはあ、だボクシングはそうじゃない。だからそこがすごくボクシングの いいところだと。個人的に好きなところ。ですね。うんうん、はい、あ。だから雷神がもしそういう知名度が高い。まあ、例えば、さっきおっしゃった青汁王子が知名度があるから。はい 出すんだ。そういう出場権利の得方っていうのは嫌いです。ちゃんとルールがあって、まあそこのルールの中でちゃんと戦ってるっていうんであれば格闘技なんだろうけども、そこの中で何が上に行くための手段かっていうところは実力でやってほしい。っていうところ、そこを守ってるのはボクシングだって思います。はい。そうですよね。そこが硬いですね。はい。それは僕もボクシングのいいところと思います。なんかいい意味で差別しないって言うんですかね。そうだね。意外と難しいですよ。ね格闘 そうです何なのかって聞かれるとでもよく聞くじゃないですよそれは格闘技じゃないってでもそもそも格闘技って何ですかって答えられなかったらどうやって格闘技じゃないって言えるのっていう話になるからわ <laughs> <laughs> かりますかなんか説明しづらいんですよそうですね難しいですよね改めて考えると確かにって思いますね まあ難しい質問ですよね,そうすね僕的には手段っていうところがどうあるかっていうところが、まあ、各競技によって団体によって違うのかなっていうのは感じる部分でありますねそこが知名度であるのはちょっと嫌っすねはい好きじゃないうん,うんうんなるほどですねじゃあ結構こういうエキシビションはあんまり好きじゃないタイプですかエキシビションあのー、あ<ー>まあボクシングではあまりないと思うんですけどライゼンとかになるんですけど例えば えー、マニパケオとアンプルキアとかは、はい、それはどう思ってましたかまあ別にやる必要ないかなって <laughs> <laughs> はいはいなんか純粋にどっちが強いんだろうを比べるっていうのがすごくワクワクするんで、うん、だから別に多競技だし、うん、だからそこで測られてもちょっと嫌な気持ちもあるしだ、うん、からそこでなんかこうマニパケオが良くない内容だったじゃないですか、はい、なんかそこでパケオこんな かみたいな思われるのもすごい嫌だしですね、はあ、はいだからよくは思わないです、ねうんはい、必要ないんじゃないかなそう,そうですねあでも人が見ちゃうんですよですねアナライゼンの中でビジネスの形としてはそれが正解なんでしょうけどまあやっぱボクシングがビジネスじゃないなって僕はずっとそれを思ってきてる部分なんで、はい、ビジネスででボクシングは個人としてやりたくないですそれは将来変わっていく可能性はあると思いますが 例えばアメリカの方ではジェイク・ポールというの2000万人登録者かな YouTube でがまあ実際プロライスをとってプロボクシングをやってるんですよでも引退した総合選手を相手にしてプロボクシングをやってる形だからその抜け穴を使ってボクシングをやってるっていう話になるんですそれはどう 思いますかってまあ嫌いっていうのは分かるんですけど質問はそれが日本で起こることはあるんですか日本のボクシングでどう思いますか日本のボクシングで起こることは今後もないとは思いますそうですかはい、あまあ、やっぱそれを JBC がちゃんと管理をしてるんでデメリットの部分も確かにあるはあると思います だからこうライト層が生まれづらいとか、はい、そういうのもデメリットとしてあると思うんですけど、いまだにそれでも動かないんで、だからそこを通してくれるんだと思うんですよね。なるほど。そっちの方がいいですよね。<laughs> <laughs> 僕としては <laughs>、うん、井上尚弥選手がまあ一番の成功例なんじゃないかなってのは、はい、思いますね。 はいはい、そうですねやっぱ一時期の亀田選手みたいなちょっと名前出しちゃうとかあるかもしれないですけどはい、はい、やっぱこう注目度を浴びるための言葉であったりとかうん、うん、エンタメ部分をかなり注目されて、まあ、実際に注目が集まって、はい、まあやっぱボクシングといえばっていうので。 うん、名前が出るぐらいの人物では一時期ありましたけどもやっぱその方法じゃなく直谷選手はあれだけの知名度を誇ったはいそれはもうやっぱ実力以外何者でもないんでうんそれが本当彼のリスペクトする部分だしこの時代をまあより強くしてくれたというか、はい、作ってくれたっていう部分もあると思います。はい なので、じゃあ、その、亀田ファミリーのやり方はどう考えてますか実際世界チャンピオンになってますけど、まあ、最強チャンピオンっていうわけでもないけど、知名度的にはもうすごいじゃないですか。ボクサーがボクシング界を超えるっていう選手、意外と少ないじゃないですか。なんか、例えば、モハメダ・リーとか、えー、マイク・タイソンとか、フロイド・メイウェザー,ーとか、ボクシングを知らない人も知ってるっていうぐらいの知名度で、亀田ファミリーも、 ボクシング知らないあんまり見ないけどあ亀田ですね。そんな,なんか意外と少ない珍しいんですよ、ねうん、格闘技界の中で。 それをまあ最強チャンピオンではなかったけどそれぐらい有名になったんです自分のやり方で、うん、それはどう考えてますかさっき言った話とちょっと矛盾はしちゃいますけどやっぱ嫌いなやり方ではありますどんなボクサーがいてもいいっていうのはさっき言っちゃった部分であるんですけど、はい、個人としてやっぱ嫌いではある嫌いではあるっていうのかなこうやりたくない部分ですね、はいはい、世界チャンピオンになるっていう、まあ、目標もちろんそれは大事なんですけどそこの誰と戦うか とかって結構もっと大事だったりもするじゃないですかここいいいつつとどっちが強いんだろうって、はい、やっぱそういう話題を直哉選手はどんどん超えてってるんで、まあ、スーパーバンタム級上がってフルトンとどっちが強いんだろうと、はい、実際に上がって速攻やったじゃないですかそれであんだけ明白な差をつけて勝ってるやっぱそういうところにやっぱ彼の凄さがあるし世界チャンピオンになるっていうこと以上に価値があるものだとは、はい、思います。 じゃあ、ボクシングファンを増やさないといけないですね。そうですね。<laughs> <laughs> その方法で増やせたら一番いいですけどね。そうですね。<ー>でも、実際、日本ボクシング、うん、俺、あんまり見ないんですよね。うん、実際、そんな詳しくないんです、日本の選手とか。うん、例えば、栗原さんみたいに、古谷さんから話振ってもらうと、そじゃあ、見ますってなるんですよ。勅使河原さんも同じ感じなんですけど、うん、でも、試合を見ると、もう面白いじゃないですか。うん、<laughs> なんか、でも、俺、ごめんなさいです。YouTube に出るっていうのが、 決まる前は知らなかったですでも実際試合はすごい面白いんですけどありがとうございますいやなんかもっといい宣伝方法あるはずですよねそうですねそうね <laughs> 結構難しいところですね <laughs>、うん、でもやっぱり最終的に井上直弥選手もそうなんですけどみんな人を見に来てると思うんです格闘技は井上直弥選手のボクシングを見に来てるでも最初は井上直弥選手じゃないですかだから人を 売らないといけないっていキャラっていうか全然人は煽ったりしなくてもみんななんか面白いことがあると思うんですよだから、ね、それをなんかうまく宣伝できる方法があればって結構考えることはあるんですよね それにすごく今助かってます実際にやっぱみんながみんな井上尚弥選手みたいに実力だけでこう知名度まで得られるかっていったらやっぱそうじゃないしああやっぱそこが難しいところですよねうん本当に理、ね、想系ではありますけどそうですねうんだから実際 YouTube もやってるしはいあのー、面白いです <laughs> 本当に面白いです <laughs> <laughs> その YouTube の話に入ったんで昨日でしたっけ中谷潤と VS ペッチの試合感想もうおとといですかねおとといですかあそうです それも、あの、十四日、はい、はい、見たんですけど、はい、あの、奥さんですか、その、あーはい、カメラを回して、あの。 さんって、中谷隼と選手もラブじゃないですかラブですねねえ、あれ同じ階級ですよね、バンタム級はあれどう思いますかそうですね、あの、違う階級だった時からもうファンであー、ジュとジとってずっと言ってんですけどじゃあ、バンタム級に上がった時、そっちから何か言われましたか僕の方から、バンタム上がったんだからどうするって言われてうす変わんないみたいな感じで、そっかみたいなどっち応援してるんだよって実際だからあの イベントにあと純と選手が出た時上がったんですよトークショーみたいな感じで行きましたからね最悪でもそのやりとり面白いですねもうだからもう純人 T シャツ着てケイタ応援するよとか言ってもしやけばったら最悪そうなんですよ面白いです僕オープンチャットやってるんですよ LINE の格闘技ファンが集まってるグループで今850人ぐらい集まってて明日クリアラケイタさんがチャンネルに 出てくれます。なんか聞きたいものはありますか？って質問募集したんですよ。その中でね。はい、それこそそのチャットの中で、誰かが奥さんが中谷塾の大ファンでそれについて聞いてください。ってすごいですよ。<laughs> <laughs> よく知ってますね。<laughs> はい。 いやーすごいないや面白いですあとあのペッチーのゲイ説とかも面白いですね,すねでもそう言われると、はい、確かにってなっちゃいます <laughs> 超ハンサムですとか、はい、超なんていうかリスペクトしてるってあじゃなかったですよ何言ってたんでしたっけえっととてもハンサムで僕のアイドルですうそうそう僕のアイドルですいや妻めっちゃ言ってましたねあらゲイだっつって <laughs> でも女の子がやっぱりそういうのわかるんですよね,すねだから間違いないと <laughs> うん、でもそうなるとどういう気持ちなんですか自分が好きなアイドルに。 もうボコボコにされて形容されるとどうなのもっと好きになるんですかねどうなんだろう <laughs> それはちょっとあれですねそうだからどういう気持ちなんだろうね <laughs> すごい趣味ですよそれすいません僕の考えちょっと変なところにっ <laughs> でもそれはもしも本当だったら本当にどういう気持ちなんだろうそうですねやっぱ強かったみたいなきらめくんですかね <laughs> あもっと好きになりますよね <laughs> もっと好きになっちゃうんですかね <laughs> そうどうなんだろうね面白いですねこれちょっとちゃんと誰かペッチしたい聞いてもらいたいです <laughs> <laughs> <う> <laughs> <laughs> えー、って言いながら、中谷潤のーサスペッチの試合を見て、やっぱり、あ 強いいなっていう印象でしたかそうですねやっぱ強いなっていうペッツ選手もやっぱすごく強い選手でうん、うん、っていう印象はやっぱあったんですけど今回の試合でよりスピードを感じましたねもともとカウンター取るのが上手かったりとか、まあ、距離ちゃんとキープしてとかなんかこう角度を変えてとかいろんな技術がたくさんある選手だなっていうのは理解はしてたんですけどあんまりそういっっったたスピードとかかて印象になかったんですよねういうのがはって最初1ラウンド目見た時思ったんで。はあ そこの部分はより進化した部分かなっていうのは思いますね。 スピードが上が上ったっていうスピードってやっぱりいろんな種類あるじゃないですか例えばパンチのスピードとか反応のスピードとかあるんですけどその全体的に速くなったっていうことですかそうですね全体的にですね切り返しのスピードもそうですしパンチのスピードもそうですしだからパンチ力自体も上がってるんじゃないですかねあそこまでスピードが上がってるってなると、はあ、なるほど、はあ、モロニー選手にやった時のあのカウンターさらにエグいパンチになってると思うんですけど <laughs> それでも立ってましたからね打たれ強すぎますねあれ。 本当にそう思いました最初あの動き見た時早って思いましたもんはいああ。あれは避けらんないですね深井<あ> <laughs> やっぱりそれは減量の影響でちょっと抑えられたっていうところなんですかそれとも普通にもうピークに入ってきてる感じなんですか どう,なんうどうですかね可能性として考えられるのはやっぱそのバンタム級フィットしてきたっていうのは考えられるのかなと思うんですよね今までやっぱりこう筋量を削って減量してきた部分っていうのもあると思うんです、はい、スーパーフライとか、はい、そこがやっぱり削らなくても良くなって、うん、でプラスしてちょっと筋肉量をつけても大丈夫なようになってきてるっていうのもあるのかなっていうそこでまあ筋力も上がってよりスピードが出たりとかそういうとこもありえるのかなっていうのは思いましたね じゃあ、もしかしたらスーパーバンタムで、もっと強くなる可能性はあるんですか。かありますね。あ、そうです。はい、あ、その可能性は今回ので、特に感じましたね。はい、あ。これ以上強くなったら、ね、困りますよね。いや、でも、こう、<laughs> そうですね。こう、同じバンタム級の人間としては、すげえ困るんですけど。<laughs> はいはい、対名古屋って考えると、より面白くなった。っていう、はい、いふうには思いますね。ね BS エス井上尚弥について、いろいろ聞きたいんですけれども、永谷潤との強さを。 言葉で説明しないといけなければどういう風にまとめますかファンドフォパンドに入ってるレベルっていうのは、まあ、どれだけやっぱ全体的なレベルが高いかっていうところだとは思うんですよねそこをやっぱり純人選手は持ってるしすべてにおいてレベルが高い直屋選手もしっかりですけどで やっぱ穴を見つけようと思っても穴がないですよね今までの試合でもやっぱ穴が見つけられない <laughs> ああこんなところからあこんな腕長いんだけどどうやってアッパー当ててるのって <laughs> 中入ったらどうなんだろういや中めっちゃ強いじゃんみたいな、はい、そういう絶望感もありますし、はい、で遠い距離でのもちろんやり取りもめちゃくちゃうまいですし、うん、今回のペッチ戦でもジャブがいいように機能してそこからあの誘っての左カウンターが入りましたし。うんうん いややっぱすごいスタイルの幅が広いですね。うんうん、この部分は、直哉選手よりもそのまあ接近戦っていうところも,もしかしたらあれかもしれないですね。うん、まあ直哉選手はちょっと見せないぐらい寄せつけないんであれですけどね。はい、<laughs> なるほどじゃあ逆に井上尚弥選手はどう説明するんですか井上尚弥選,選手の強さは。井上尚弥選手の強さは対応力も素晴らしいなと思いますね。例えば練り戦でダウンを期した その時にもうちゃんと待ってから。 カウントセブンエイトぐらいだった。あの、ちゃんとまたリスタートができる。っていう落ち着きっていうのは、自分がそうなるって想定してないと無理だと思うんで。うん。ああ機関り能力っていうのは、すごくやっぱ高いんだろうなっていうのは思いますね。うん、まあ、とっさに判断してできるものではないと思うんですよ。ドネア戦での頑固手骨折してこ、はい、これとかも。まあ、多分考えた時期があったからこそ、思い出してこれやったんだろうし。やっぱ、こう試合を向かうにあたって、おごりがない。 あんだけ強いのにだからあれだけのパフォーマンスをして何かトラブルが起きてもそれに対応してるしそれで圧勝してもおそらく課題を拾ってるものはも,ものすごく多いんだろうなって思いますしだからあれだけ成長し続けられてるあのレベルになってもじゃあもうシンプルに頭がいいってしか言えない, <laughs> <laughs> い,ないですよね, <laughs> す,ねすごいスマートっていうそうですね、うん、そう思いますだってこれも経験してないけどねできるから、まあ、ある意味 他の人の間違いから習ってるっていうとあれなんですけど普通人間って自分が失敗して習うじゃないですかで,す、ねはい、でもミスる前に何やればいいか分かってるっていうのはそうですね<う>勝ちながらその準備がこれが必要だこれが必要だっていうのは出せてるっていうのは、うん 本当すごいですねそのトータルパッケージの上にやっぱそのそういう部分もあり穴がないっす。<laughs> はい、あでも今の説明すごい興味深かったですけ、ね、どみんなに聞いてるんですよ井上尚弥の強さって何ですかって、うん、みんなやっぱり違うところを注目するっていうのがあってクリアさんが見てるところすごい初めて聞いたんで,で面白かったです,たです、はい、僕はでもあとは直也選手っていう部分で見るとよくパンチ力って言われるじゃないですか。あそこの石津さんにもすごく マニアックなな目線を話しばめちちゃくちゃ話せます <laughs> <laughs> そうなんですでも結構 YouTube でこういった話もかなりやってるんで、はあ、あのボクシングファンは絶対見た方がいいと思います、はあ、登録してくださいガイドライにリンクがってますのでそうですねじゃあその井上尚弥と中谷潤斗がスーパーバンダム級でやることにしましょう来年どうなるんですかどういう展開になると思いますかそうですねまあやっぱこううん 遠い距離での戦いにはもちろんなると思うんですよね本当お互い穴がないんで駆け引きの中で逆にどういう風うに相手のまあ穴を見つけていくのかうん突破口を見つけていくのかっていうのが見てみたい部分そうですね結果どうなるのかっていうところは今のところやっぱり想像し得るのは直屋選手かなって僕は思いますディフェンス能力っていうところはまだ直屋選手差がすごくあるなっていうのは 思うんで、中谷選手ももちろんすごいディフェンス能力いいですし、うん、でも、あれだけ攻める姿勢を見せても、直也選手。 やっぱ相当食らわないお互いにでも勝負度胸もあってそこもやっぱ素晴らしいですけどその中でも直也選手ってやっぱ食らわないなっていう印象もあってやっぱそういうところですかねなかなかやっぱ差を見つけるのが難しいぐらいやっぱ純と選手も強いんで、はい、難しいですけどだからそんな圧倒的に直也とは言えないです現時点でこうスーパーバンタム上がったらこのぐらい強いんだろうなっていうのを想像してもそんな圧倒的にいいとは言えない な、はいと思います。そうですね、なかなかね。井上尚、弥選手が負けるところが想像できないっていうとですね。本当にそうですよね。でも、どうやって中谷潤とのその長いジャブを超えるのって聞くとどう思いますか？うん、そうですね。うーん。 ああんんまり苦にしなない可能性はあるのかなと思うんですよねリーチ差っていうところを見てもそんなに、まあ、5センチは違いますけど、まあ、踏み込みのスピードもあるし実際にそういう長いリーチの対戦相手に関しても苦にせず入っていけてるんで問題はないかな。ただやっぱお互いにカウンターパンチャーでカウンターもめちゃくちゃうまいですし、はい、モロニー戦でやったようなああいう恐ろしいやっぱカウンター一発で終わらせるようなカウンターも持ってるから。 そこに対してどういうふうにこう攻め込んでいくのかなって。うん,うん、うかつにはそういう面で入れないですよね。やっぱパンチがある。<laughs> そうですよね <laughs>、はあ。お互いにパンチがある。<laughs> そうですね。予想するのはちょっと不可能ですよね。そうっすね。でも意外とじゃあもういい勝負だっていう。いい勝負になるんじゃないかなと思います。うん、はい。ナンパ井上尚弥、ナンパー順当になるとど。どうですか。まだ七三八二とかで、直哉選手かな。あ、じゃあ、結構井上尚弥選手より、はい。はい。ですね。はい。 ます、あ、そうですよ。ただ内容は圧倒はしないかなっていう。うん、はい。思います。絶対に実現するでしょう。そうだと思います。だ、ねはい、って、スーパーバンタムって井上尚弥に勝てるボクサーっていないじゃないですか。そうすね、で、バンタムで中谷仁とか誰とやるっていう話になりますよね。堤誠也、西田、武井。その三人しかいないですよね。はい、どうなるんでしょう。もう統一戦が決まんなかったら、もう上げちゃうんですかね。まあ、もう何戦かはバンタムで。 やるのかなとは思うんですけどまあでも実際やっぱこう相手がっていうところはやっぱり悩んでるとこなんじゃないですかね実際統一戦って言ってもやっぱ一番ストーリー作りやすかったのも琢磨選手でしたし、ね、やっぱ成り代わったところでやっぱそこでじゃあ堤さんに行くかって言ったらそういうわけでもないと思うしちょっと難しい立場にいますよねですねでも中谷順人側としては井上尚弥選手がフェザーに行く前にやっ 痛いですよね。ですね。まあ来年再来年っていうところだとは思うんで、その直古選手もまだ時間はあると思うんで、スーパーバンタムで実現するんじゃないですかね。ですよね。<ー>多分。だって二人ともなんか負けるところあんまり想像できないっていうとあれなんですけど。はい、あ。なかなかに準と選手の打たれ強さとかはどう考えてますか。あんまり打たれてるシーンも見られてないからありますそうですね。一度、ね、一度なんかダウンクロブしてるんですよね。っっはい。ただ聞いてはないっていう。 のを見たんで実際打たれ強いいんじゃなですかね実際スパーリングはやったんですけどあ、そうなんですか3回ぐらいはやらしてもらってほとんどパンチ当たってないんで聞いたかどうか聞いたかどうかっつうかんないですねそれはスーパーフライ級彼がまだフライ級時代かフライ級毎回驚くんですよフライ級でやってたんだってそうなんですよねびっくりですよねびっくりします どうやってや、本当ですよね、でフライ級とは思えない、やっぱパンチ力だったんで、その当時から。やっぱりパンチは重かったですか。硬かったですね。<ー>痛かったです。ごつんごつん、こういいとこで当ててくるような。うん、パンチの質でしたね。なんか見てるだけで、なんか硬そうって、スクリーンから見てるんですけど、試合とか見て、あ、硬そうって。<ー>やっぱり硬い。 っていうとまあそのボクシング好きだけどパンチ食らったことない人が多分大抵だと思うんですけど硬、うん、いパンチって実際どういう気持ちなんですかもらおうとそうですねまあどうなどういうことなんでしょうね例えがしづらいですね <laughs> 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 ですよね, <laughs> で,すよねですね、うん、こうより小さい硬いものに投げられて当てられたような感じですか石石投げてこう当てられたみたいな感じの痛みだったりとかそういったものですかね同じ重さの じゃあゴムを投げて当てられて、はい、多分こうガーンってこう衝撃がくるのは下手したらゴムの方が多分強いんですけどでもどっちがじゃあ痛いかって言ったら石なんでそういう質ですかねまあでもゴムほど柔らかくはねえなでもなんとなくイメージはできます、はい、ただかいものが小,さい小さくないけど。 どんな感じでですか<う>拳でか拳いですか中谷潤人選手いやそこまで分かんないですけどでもやっぱこう硬いさ感じるときってより点なイメージはありますねじゃあなんか小さい硬いものがそうですねガツンって当たってくるようなはい、はい、感じですねこう面で当たるんじゃなくてもっと点で当たってるようなイメージですか、はい、そういうのありますねねを こうやって打ってダブルで次なんか打ち方変えますよね。こう打ったりとかなんかいろいろ変えますよね。あ、すげえって。<laughs> すごい固めて打つ印象ありますね。だからこそ多分固いんでしょうね。固定がうまい。うん、はい、はいああ。こうフックとかもすごい動き固そうに見えるぐらいこう。結構サンドバック打ちとか露骨にシャドウとか出たんですけど。はいはい、こう固めてこう打つじゃないですか。はい。この動きってあまり出さない。 肩の動き肩関節の動きっていうのはあんまり出さずここを固定して出してるようなイメージなんで当たった時は確かにこう,う関節の安定化っていうのはすごくしてるんで、はい、より硬く感じるかなって思います。 面白いですね <laughs> なんか普通なリーチが長い選手ってインファイトが弱点と思われるからで,す、ね、でもそれもできちゃうから面白いマッチですねこ井上尚弥 vs 中谷隼人はあ、やっぱり一番僕が面白いと思うのはもちろん井上尚弥選手に負けるところは想像できないじゃないですか、うん、でも弱点は多少見られてるじゃないですかだってダウンされてるし目も、うん、やられてるじゃないですかでも中谷潤人選手はまだ なんか苦戦してるところも見られてないから、そ,ねはい、そこちょっと面白いなって逆に僕は思うんですよ。はい。そうですね。まあ苦戦してるところ全然想像がつかないですね。今。まあでもダウンしたっていうのもペースを取られてそうなったわけではない部分なんで、うんうん、直也選手がペースを取られる。 ってどういうい展開になるんだろうみたいなのはちょっと見てみたいですね。<laughs> 駆け引き勝負で純人選手が勝ってとかそんなんやって見てみたいですね。まあフェザー級でもまあ強い選手いっぱい集まってるからもしかしたらねフェザーでそういう展開見られる可能性もありますしもしかしたら中谷潤人がやっ,ちゃうやってくれるかもしれない、ね、かもしれないって分かんないけどでも決まったらメガイベントになります。多分タケル天心超ええるるんじゃないですかーですすかかーム考とド回目ねそう<え> <laughs> <laughs> そうですね楽しみです。すみませんめっちゃ喋りましたね。いやすいませんこちらこそ。なんか <laughs> あのもう一本撮影したいんですけどバタミキについていろいろ聞きたいんですけども。もちろんです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。SNS あの, SN あの YouTube とインスタと Twitter ですか。あとなんかやってますか。そのぐらいですかね。はい、栗原選手の SNS 概要欄に貼ってあるので皆さんぜひチェックしてください。あとパーソナルトレーニングもしてるんでボクシング習いたい方ぜひ。是非 体験してみてくださいよろしくお願いします,します、えー、あとはそのチャンネルの登録ボタンそれをスマッシュしてくださいいいねボタンデジタルのヒーそれもスマッシュしてください、うん、お水元通またお会いしましょうバイバーイ、はい、ありがとうございますすいません,なんかいやいやいやこっちらこそなんかいっぱい脱線しちゃってごめんなさい <laughs>